こんばんは。 OB 第一弾登場。我らが千葉ロッテマリーンズからは村田兆治さんが出てきました。でまず先にねちょっと能力の方を解説していきたいと思います。 K81 制球70スタミナ84ということで、前回出た時と何の変わりもありません。そして先発中継ぎいけて、まあフォークはね相変わらずのものすんごい変化量でございます。で特能に超重い球、キレっかい打たれ強さということで、まあ結構相手の能力はトップクラスにね削れる選手なんじゃないかなと思います。で僕ね X の方で今年の OB 第1弾予想してたんですけど、まあ村田さんはね3番目第3予想選手みたいな感じで一応リスト入りはしてたんですけど、まあ去年亡くなったばっかりということで、まあ出してこないっていう予想で今年はベニーとナルスさんをね上げたんですけど、まあなんと村田さんが出てきました。で正直にこの村田さんは取った方がいいのか取らない方がいいのかについてお話したいんですけど、リーグ勢以外の方、エンジョイ勢だったり、リアタイメインでやってるよって方は、スルーでいいかなと思います。まあ、第1弾ということもあって、ランキングも、いつもよりはね、熾烈になると思いますし、もちろん能力はね、高いんですけど、リアタイ的には、まあ、フォークが大きいこと以外には、そんなに強い点はないので、まあ、リアタイメインでやってる方も、今回はね、スルーでいいかなと思います。で、今回ね、僕もランキングはスルーして、累計だけのね、ワンチャンスにかけようと思うんですけど、今回12球団出てる選手の中で、まあ欲しい選手が3人いて、1人目はヤレットですね。ここは12球団でリアタイした時にツーシーム157キロとスプリット、そしてパワーカーブを持ってるんで、これは結構ね強いんじゃないかなと個人的に思います。そして2人目はバースですね。で今までにねバースは当てたことがなくて、まあ縁がないんですけど、ミート88、パワー85、弾道アーティスト、そしてアーティスト降格アベスということで、まあこんなバッターがロッテにも欲しいですね。というわけで、まあバースはね当たったら嬉しい選手の一人です。そして3人目はもちろんね、村田さんです。今回のイベントがねプロスピ応援団ということで、まあ何回も来てるイベントではあるんですけど、一応ねまあ今回累計だけ取れればいいよって方向けにちょっとだけ簡単に解説をしたいと思います。累計報酬は340人で、まあ、エールじゃなくて人数なので自走者の一番最初のマス、200ですね、ここをクリアして自走者をやめるのがいいかなと思います。とりあえずね自走者でまず200だけ稼いで、まああとはスキップでもね何なりしてもらって、人数だけはねしっかり毎回集めていくと、まあ自走者でね累計は終わるんじゃないかなと思います。でこっちにねエールっていうのがあって、まあさっきの鈴木で500、700まで行くとエールもね獲得できるんですけど、まあこの800万エールっていうのがどれほど高いのかがまだねいまいちやってないんでわからないんですけど、まあ累計やれば終わるぐらいにはね設定してあると思うんで、まあこのエールっていうのは気にしなくていいかなと思います。でもちろんねランキングを走る方はこのエールっていうのがランキングのね競う数値になるので、ランキングを走る方はまあしっかりエールっていうのを意識してやっていった方がいいかなと思います。で今日なんですけどね、ちょっとロッテ戦が本日開催されないので、まあこの動画をね今から編集して動画投稿して夜9時ぐらいからね累計配信をやりたいと思うんで、まあよかったらねちょっと僕はさっき言ったギャレット、村田さん、バース、この3人を狙ってまあ累計回収の配信をしたいと思うんで、よかったらねぜひ見に来てください。でさっきのね説明だけじゃちょっとイベントどうやるかわからなかったよとかいう人はライブ見てもらって一緒にねやるのもいいと思いますし、まあコメントとかで誰が当たったよとかいうのをね教えてもらったら僕もね嬉しいです。ということでこの動画が良かったと思う方はチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。ありがとうございました。